はい、ベリーボンプでございます。フランス語でひまわりっていう、ひまわりっていう意味らしいです。こんぐらいはやっぱ僕たち司会するんですね。調べてきた、そう合ってる、ひまわり、ひまわりね、そう、ひまわりのような二人がやってまいりました。紹介文読ませていただきます。エイス、リカマユです。年々体力がなくなってきて、踊り終わった頃にはぶっ倒れてますが、ギャルマインドを持って頑張ります。ギャルです。ギャル感ないという指摘もありましたが、襟オンとフリースタイルをやってまいります。それではどうぞ。I'll never do this.